平野紫仕様、全身 LV でフォロワー350万人を超える、購買訴求力。史上最強のアンバサダー誕生。7月14日、滝沢秀明氏41の新会社、とべ、公式 YouTube チャンネルが生配信を刊行しました。 そして、2023年5月25日付でジャニーズ事務所を退場した7人組グループインパクトオーズが新たに e m プを落として再出発することを発表しました。生配信された YouTube 動画は45万人以上の同時視聴者数を記録するなど、トゲの勢いは止まることを知りません。 その発表の場には、すでに都米への合流を表明している元 V6 三宅県44や元キングプリンス、キンプリの平野使用26、神宮寺ゆ太た25も駆けつけました。その際、平野が着用していた衣装がファンの間で大いに注目され、話題となりました。なぜなら、平野が身につけていたのは世界的な超高級ブランド、ルイヴィトン。 だったからです。女性編集者によると、平野さんは長袖の涼しげなブルーのワイシャツにリーフ柄のパンツ姿だったのですが、足元は茶色のアンクルブーツ。この季節にブーツと、登場するや否や目を引きました。さらに平野さんは太いものと細いもの、2本のネックレスをシャツの上から重ね付けしていたのですが、細い方のネックレスは襟に引っかか,かっていて、 かなり目立っていました。もともと平野さんのファッションに注目するファンも多いのですが、今回はその奇抜さから気になる人が続出。すぐさま平野が全身をフランスのハイブランド、ルイ・ヴィトンで固めていたことが判明すると、ヴィトン全身ヴィトンというワードがトレンド入りしました。デューツは23秋冬プレコレクションのもので、季節の先取りと考えれば納得がいきます。 平野の仕様は以前からプライベートではビートンを身につけていましたが、この日はワイシャツ、その中に着用した T シャツを含め、パンツ、デューツ、ネックレス、ブレスレットの全てがルイビトンでした。日本未入荷の商品を含め、総額120万円ほどのコーディメートだったといいます。恐るべき購買力。 9万円、14万円のネックレスも即完。前述の女性編集者によれば、平野さんが身につけたものは手が出ない価格帯の商品を除いて即完売することも多く購買訴求効果が高いことで知られています。キンプリに所属していた22年の年末に行われた第73回 NHK 紅白歌合戦。 と年越しライブ、ジャニーズカウントダウン2022-2023に出演した際につけていたイタリアのカジュアルブランドディーザルのピアスは6000円ほどで手に取りやすい価格だったこともあってファンが殺到。入荷するたびに即完売でした。当時のショップ店員は平野市洋産と同じものが欲しいと言って ピアスの穴を開けていなくても買っていくお客様も多くいらっしゃいました。実際に自分が身につけるかどうかではなく、平野さんと同じものを所有したいという気持ちが大きいのかもしれません、と振り返りました。今回の平野が着用したネックレスモノグラムサンライズ税込92,400円やネックレス LV チェーン、ど 14800円、シグネチャーレギュラーロングスリーブシャツ、同、149,600円、などは、国内で入手可能なビトンの商品でありながら、あっという間にオンラインストアから消えてしまいました。ルイビトンクライアントサービスによれば、これらの商品は、現在国内すべての店舗で在庫を切らしている、とのことです。 海外ハイブランドに平野が起用される、現実に全身類ビトンを着こなした平野仕様にはブランドから提供が入ったのかという憶測も飛び交いました。一方で、これからの活動の幅として、アンバサダーやるしかないですね。アンバサダー来ないかなとブランドの顔となるアンバサダーを期待する声も多数上がっています。 近年、海外ハイブランドが日本人タレントを起用するケースが増えています。2022年には、シソン・さん、28、がグッチのグローバルブランドアンバサダーに就任し、スノーマンの9人と三好彩香さん、27、はティファニーの日本アンバサダーとなりました。今年2023年には、山崎健人さん、28、 トキング・ムーツ・ネダ・ダイキさん、31が日本人初のサンローランアンバサダーを務め、森生さん、31がブルガリのアンバサダーに任命されました。さらに、2016年からシャネルのブランドアンバサダーを務めているのは小松菜奈さん、27です。日本人のアンバサダーラッシュが進行中ですね。アンバサダーとは英語で大使のこと。 つまり、ブランドを代表して広くそのイメージやメッセージを伝える役割を担います。ファッションシュライターは、日本人企業ラッシュの背後にある理由を次のように説明しています。第一は親しみやすさ。海外のハイブランドというと、どうしても日本人には手が届かないものというイメージも強い中で、自分が知っているタレントが顔になっているとわかれば、一気に親近感が湧きます。 加えて、SNS の広がりがあります。日本人を相手にする場合、海外のタレントが SNS で発信するよりも、日本で活動しているタレントが発信した方が購買訴求効果は大きい。日本のマーケットを狙うなら、日本で人気があるタレントに白羽の矢を立てるのが成功法であることは確かでしょう。 とはいえ、ブランドのイメージは最も大切にされなくてはいけない。バークなイメージやスキャンダルはごはっとです。知名度はもちろんですが、気品、好感度の高さなど、そのジャッジはシビアです。平野の仕様のインスタグラムのフォロワー数は現在351万人ですが、もし彼がビトンのアンバサダーに就任すれば、最強アンバサダー誕生として、 彼の着用した商品が売り切れになることは間違いなさそうです。